今治市の人口は今年4月末時点で15万2422人です。年代別に見てみるとこのような感じです。今回の番組で特に注目したいのは0歳から6歳までの乳幼児期、そしてまだこのグラフにはないのですが、これから生まれてくる子どもたち、そして子育てをしている子育て世代です。今治で子どもを産み育てるとなると、どんな環境なのか、どんな支援があるのか気になりますよね。そしてどんな環境になっていくのかを知りたいところです。ということで、今回のただいまバリチャンネルは、今治市の子育て支援、地域で育む元気いっぱいの子どもたちをテーマに、今治市ネウボラ製作課の太田さん、小島さんと一緒にお伝えしていきます。太田さん、小島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、今治市内に子どもが何人いるか知っていますか？今治市の人口15万2422人のうち、0歳から6歳の乳幼児の人数は全体の 4.3% 余りで6587人。学校に通う子どもたち7歳から18歳の人口は全体の 9.7% となる 14,859 人。今治市には今21,446人の子どもがいます。また、今治市の出生数を見てみると減少を続けていて、2015年から2021年までの7年間はご覧の通りです。では、子どもたちが通う学校や保育所はどうでしょう。市内には公立小学校が26校あり、児童数は合わせて6,893人、公立中学校は15校で合わせて3,409人の生徒が学んでいます。そして、保育所、幼稚園、認定こども園などは市内に51園あり、4000人余りの園児たちが通園。市内の0歳から6歳までの乳幼児のうち、およそ 62% の子どもたちが保育施設に通っていることが分かります。園児たちが毎日元気いっぱい過ごしている保育所や幼稚園は、子どもたちを育む学びの場であると同時に、子どもを育てる保護者や家族を支えてくれる場でもあります。まずは私の体験談からになるのですが、私も市内の保育所を利用していた一人です。子どもたちは園が大好き、のびのび遊んで大きくなりました。園では箸の持ち方やトイレトレーニング、ハサミの使い方など生活習慣やマナーのほとんどを身につけてきたのではと思うほど、いろいろなことを教わってきました。そして、お友達と一緒にする環境があるからこそ子どもたちに身についたんじゃないかなと思います。そして、私自身も保育所の先生方に支えられていました。仕事に行くとき、帰ってくるとき、先生たちが笑顔で行ってらっしゃい、お帰りなさいと声をかけてくれる、当たり前のことかもしれないんですが、その言葉に支えられていたなとすごく今実感しています。こうした施設が市内にあるからこそ、子育てに安心感が増すんだなと思っています。そして、私のお隣の小島さんも子育て世代なんですよね。はい、私も3歳になる子どもを育てているんですけども、本当に悩みが尽きません。今はイヤイヤ期がひどくて、どんな言葉がけをしたらいいのかなと、誰かに相談したいなと思うことがよくあります。そうなんですよね。子育て期、妊娠期、出産期、どの時期をとってもこうした悩みは絶えないもので、誰にでも支援の場は必要ですよね。こうしたニーズに応えようと、今治市では今治版ネウボラの整備が進められています。このネウボラという言葉、聞いたことあるよという方もいらっしゃるんではないでしょうか。でも詳しくはわからないよという方も多いと思います。このネウボラという言葉は、妊娠、子育て、出産に関する言葉で、アドバイスの場という意味なんです。実は
私もこのネウボラあまり詳しくないので、小島さん詳しくご説明いただけますか。はい、まずネウボラの発祥の地はフィンランドです。フィンランドでは妊娠期から就学前までの子どもがいるすべての家庭を切れ目なくサポートする支援制度があります。この制度や子育て支援の拠点となるところをネウボラと呼んでいます。日本でもフィンランドのネウボラを参考に切れ目のない子育て支援の仕組み作りが進められていまして、今治市でも子どもが真ん中の総合的な子育て支援をするため今治版ネウボラをスタートさせました。今治版ネウボラではサポートの対象を拡大し、妊娠期から18歳までの子どもがいるすべての家庭を切れ目なく総合的に支援する仕組みとなっています。今年の4月にネウボラ政策課ができまして、これまで中央保健センターにありました子育て世代包括支援センターバリハートと、新たに設置された子ども家庭総合支援拠点、さらに発達支援センターを集約しました。妊娠期から母子手帳の交付や保健師・助産師との個別相談、プレママ広場などの講座を行い、出産・就学前までの子育て世帯を手厚くフォローしていきます。さらに虐待や不登校などの学校・家庭生活での問題、母子・父子家庭の自立の悩み、子どもの発達相談などさまざまな問題に相談員が寄り添い対応していきます。永井さん、はい、実際に今治市が行っている妊婦さんをサポートする活動を見てみませんか。ぜひ見てみたいです。お願いします。この活動はプレママ広場といって、お腹の赤ちゃんへのおもちゃを作りながら妊婦さん同士がおしゃべりし交流しています。今回は4人のプレママが参加して小さな空き容器でガラガラを作ります。いや、参加している妊婦さんたちとっても表情が穏やかですよね。そして皆さんちょっとした心配事も相談できるとあって、とっても和やかな雰囲気ですね。そうですね、専門スタッフが個別に相談にも乗っています。託児もありますので上のお子さんと一緒に参加も大歓迎です。参加者からは上の子を遊ばせてもらい、久しぶりに工作に夢中になれました、自分の時間が持てとてもリフレッシュできましたなど、とても好評な教室です。もう今コロナもあって出かける機会も本当に減ってて、人と話す機会も本当にないので、同じ妊婦さんとあと学生さんと職員の方とお話ができて楽しかったです。母子手帳をいただいた時にお知らせをいただいて、はい、知ってきました。これで3回目なんですけど、おもちゃもたくさん作らせてもらって、すごく生まれた後の準備もできたし、知識も増えて楽しくて良かったです。参加して良かったなと思います。なんか気が楽になるというか、あんましもう家に引きこもりやけん、人と触れ合うこともないけん、良かったなって思います。頼れる人ってたくさんおるやなって思います。今治市では妊娠期だけでなく産後のケアも行っています。5月から産後ママと赤ちゃんの集いでは、保健師・助産師が個別に相談に乗り、産婦さんに合ったアドバイスを送っています。その他にも産後ケア事業は、お母さんと赤ちゃんの心身の休養や育児不安の解消のため、日帰りや宿泊で施設を利用し、授乳・沐浴指導・育児相談が受けられます。利用者は年々増えています。夜中預かっていただいたので、久しぶりに3時間以上寝ることができました。悩みや心配をたくさん聞いてくださり、気持ちが安定しましたなど感想をいただいています。コロナ禍だったんで、そのママ学級みたいなのも妊娠中からなくって、で今日初めてこういうのに参加できて、同じ月齢の赤ちゃんにいっぱい会えてすごく楽しかったですし、みんな可愛かったし、なんかみんな同じような悩みを持ってるんだなっていうのが分かったので、すごい
安心できました、まだちょっと知らないことがいっぱいあるんで いっぱいいろいろ情報を集めて今後どんどん活用していきたいなって思っています。もともと私は、高松に住んでいて、でこっちに知り合いが全くいなくって、コロナの中だったんで知り合いがいなくって、主人があのアプリを登録してて、そこであのこういう事業があるよっていうのを紹介してもらって、で予約させてもらって、今後その自分が困った時にどんなところ行ったらいいかっていうのがすごくよく分かったんで、ちょっと不安がかなり解消されて良かったです。また来たいなと思います。すごく良かったです。お母さんは赤ちゃんと1対1で向き合う時間が長いので、気分転換も兼ねてこうしたサービスを上手に活用してみてください。さあ永井さん、続いては、はい、今治市で育つ子どもたちに会いに行きましょう。会いに行きたいです。何してるんでしょうか。聞こえてくるのは元気いっぱいの声。ここは別府町にある今治中央バリッコ保育園です。今治の子どもたち、これからどんな風に大きくなっていくんでしょう。その笑顔ずっと忘れないでね。永井さん、はい、今治市ではパパ向けにも子育て支援のイベントを開いているんですよ。知っていますか。もちろん知っています。私以前取材で伺わせていただいたことがあるんですが、子どもたちはもちろん遊びの天才ですけど、お父さんたちも夢中で負けてませんでしたね。はい、この授業では男性が家事や育児に積極的に関わることへの意識づくりやきっかけづくりのために実施しています。父親向けの子育て講座を通じて親子で楽しむだけでなく、父親同士の交流の場にもなっています。今年度は7月から3月までの9回開催する予定です。内容はカメラ撮影、工作、自然体験など様々なジャンルを準備しています。人気の高い講座が多く、リピーターの方も増えています。第1回目の講座は7月の3日日曜日にパパのベビーマッサージ講座を開催します。詳細は広報今治6月号をご覧ください。気になる方はぜひ参加してみてください。では最後に一言、市民の方にメッセージをお願いいたします。このような今治版ネウボラを推進していく中で、子育て中のお父さんお母さんが気遅れすることなく家族みんなで訪れることのできる今治版ネウボラの収穫施設の整備も検討しています。子育て支援の総合窓口をはじめ、子育てに関わる多くの機関を集約し、すべての子どもたち、お父さんお母さん家族皆さんでワクワク楽しめるような遊びの場や学びの場であったり、ほっと一息つけるような安らぎの場にもなる、子育て世帯の皆様にとっての憩いの場にしていきたいと思っています。そして今治で子どもを産みたい、今治で子どもを産んでよかったと、子育て分野で本当に選ばれる町今治を目指したいと思っています。今治市はもともと海川山と自然に恵まれた環境の中で子育てができますが、今治版ネウボラのように人が作り上げていく支援やサービス、施設がさらに整うことで安心感が増し、今治で子どもを産んで育てるという環境さらに高まってきますね。今回のただいまバリチャンネルは、今治市の子育て支援、地域で育む元気いっぱいの子どもたちをテーマにお伝えしてきました。太田さん、小島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。